へい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 。Hey, hey, hey, hey. !4 月26日、朝の8時20分になりました。皆さん、おはようございます。ビットコイン、動き出したのかこれは。ということで、少しね、あの、ビットコイン、うん、上がり始めました。 はいえー、ということで本日なんですが、まあ、ビットコインの、ね、足元の分析とあと XRP と XDC を、ね、ちょっと、ね、久しぶりに見ていきたいと思いますが、えー、昨日ですね、えー、株価、S&P500、ナスダック、ダウ指数はですね、1日中下げてましたね。はい、ということで、えー、ビットコインが今、株価と一緒に動いているのかということで。 えー、ちょっと見てみると、うんえー、一緒に動いてないですね。一緒に動いてない。うん、これはいいね。うん、ということで、えー、ビットコイン、株価と連動してない、うん、タイミング的には。なので、えー、これは、まあ、上がる株価につられて、下げる余地が、うんえー、リスクが、まあ、少ないということですね。うんはいえー、現状、えー、これ4時間レベルになりますが。 これ消そうか、えー、マックリはまだね、あの冷やしたと下向いてます。えー、4時間だと、うん、今、黄砂が始まってて上向いてますが、まあちょっと4時間なんでね、頼りないところですね。はい。えー、どうなんでしょうか、これ、うん。上に行けるんでしょうか。上に行ってもらいたいね、これね。うん、まあどうなるか分かりませんけどね。 一応まだ上目線継続ということで、皆さんにはね、話してきてますが、上行ってもらいたいね、これはね。うん。あ、これちょっといつものチャートと違うな。長期チャートだな。ちょっといつものチャートにしますか。はい。はい、こちらですね。いつも使ってるのね。うん。え万、ー、2万、2二、えー、8285ドルということで。うん、これ上行ってもらいたいね。 ここで終われるようなやつじゃないだろうお前はっていう風に思うんですけどねうんこのレベルまでねちょっと言ってもらいたいねうんこの斜めのレベル一回邪魔されて、うんえー、下げてもねこういう,うに、うに、ん、そして上に抜けるというようなねあの分析は一応してるんですけど、うん、当たるかどうかはわかりませんけど言ってもらいたいね皆さん はい。ということで、ビットコインね、動き出したということで、ちょっと他のも見てみましょうか。ニュースはね、あの、また後で、あの、動画の最後でね、話そうと思います。はい。はい。続いて、XRP ね、リップルをちょっと見ていきますが、ちょっと久しぶりかな。ね、えー、ドル建てになります。はい。えー、0.47ドルということで、 うん、このサポートまであのしっかり戻してるね、これね。うん、ということでね、まあ、戻り目ね、しっかりつけたということで、まあ、ここから上がれる可能性は十分あると思うんだけどな。えー、今までは、えー、円建て見てたんだっけ確かね、うん。ちょっと円建て見てみますか、ね。これ上がっていけれないと苦しいぞ、うん。っていうふうに思いますが、ちょっと円建て見ましょう。 はい続いて円建ての日足しになりますが、えー、XRP は、あれ、これ何だったっけな何のために引いたんだっけなこれ。ちょっと忘れちゃったな。確かこれ、あれじゃないかな。23日前には、あたり、うん、までには、まあ、どちらかに触れるんじゃないかっていう話したんだっけな。ちょっと忘れちゃったな。ね、うん。 まあどちらかに触れるという話で話していた線だったら縦線だったらこれまあ下に触れたってことだねうんはーいえー、63円うんこれ上行ってもらいたいねうんまあここサポートになってるからねその一応うんサポートつけて まあ上がれるか上がれないかはちょっとわかりませんけどね。上がってもらいたい。うん。いけるだろう。63円。はい、うん。いつもリップルはあれだね。あのー、必ず限界まで落とすよね。これね。戻る、戻る。うん。上がって、戻り目つけて上がるみたいな。ね。ギリギリまで必ず落とすっていう,うね。うん。 他のところもどうだろう、うん、うん、こういうとこもそうだよね,ね。上がって斜めのトレンドラインで、えー、抵抗で落とすんだけどこう徐々に徐々に落として限界まで落とすみたいな。うん こういうとこもそうだよね。上がって、レジスタンスされて、上に2回つけて、3回目で、つけれなんで、限界まで落とす、うん。下げてくるみたいな、うん。あ、そうそう、ここも、だから、ね、1回目つけて、2回目つけて、3回目はつけらなんで、落ちるのかどうなのか、どっちなんでしょう、なんていう話してたんですよね。確かね。うん。で、円立ての方は、 1>, だから1回目つけて、2回目、うん、つけて、そう、あ、思い出した、4月の23日までに2回目はあのつけるか、うん、なんかあのアクションあると思うよっていう話したんですよ、ね、皆さん、思い出した、うんだから、えー、23日前までに2回目、うん、つけたってことだね、これね、えー、オレンジの77ドルまではつけてないけど、ね、1回上に振ってから今、下に落としてきてるっていうような、うん、状態ですね。うん だからこれから3回目つけに行くんだけど3回目いつもつけれなんでここ最近の、うん、XRP は、まあ、下,下ってしまうというね、うんあのー、状況がついていると、ね。だけどこれは下降トレンド中なんで下に落ちるっていうような解釈でいいと思うんですよ。ねうん、で今はこれは上昇トレンド中なので じゃあ3回目はどうなのって言ったら、うん、抜ける可能性は十分あるんじゃないのっていうふうに、まあ見てるっていうことですね。一応。うん。はい。じゃあ XDC 行きましょう。はい。続いて XDC ですが、久しぶりですね。ちょっと見るのね。XDC は。ね、皆さんお待たせしましたって感じですね。<laughs> おお XDC いいね。いいねっていうか、この、 オレンジの皆さんにこう示した値動き予想、確かここ、まだなかった、こっちが。ねうんこの右から、ここら辺だっけな、こっちだっけな、ちょっと忘れちゃいましたけど、ねうんこっちから右側はなかったんだよ。ねその時に皆さんに、こうオレンジのね、あの XDC の値動きを、まあ、こういう感じで動く可能性はありますよっていう話、まあ、可能性の話として話したんですが、 大体当たってますよ、これ。ね、皆さん、ほら。うん。ね。はい、ということで、XDC 強いね。うん。だけど今、山3個作ってるね、上ね。左肩。うん。中央、高根。うん。右肩作ってるけど。どうなんでしょうか、これ。否定すれば思いっきり上がるんだけどね。うん。否定してもらえていね。うん。否定してもらえて。真っ黒に下下あの、示してるからね。どうなんでしょうか。ね。だけど、XDC 強いね。 こう見るとさ下げ強引線 1, 2, 3, 4, 5因線123455日間連続でこう下げていますけどね、うん、下げてるんだけど下げ幅限定的だよねなんかね、うん、でこの水平線でちょうどサポートされていてさここでうんね強い XDC 上はいくつだこれ 0.047に引いてあるのかこうねうんまあ届いてないけどなから届いてるって感じでうん X3C さあこのあとどうなるんでしょうかねえアルトコインの特徴としてビットコインの半減期に向かったあ上昇についてはまあいつもねあのそうなんだけど まあ限定的なんだよねいつもねうん半減期迎えるまではだから XDC も例えばこのレベルがうんあの限界であとはこうなんかなんていうのこう動,い動くみたいな、うん、感じで最後の方でバーって上がっていくみたいな感じになるとは思うんだけどえー、高値がどこなのかって話なんだよねいあの一時的なねうん。 前回バブルがさここなんだよねうんバブルのてっぺんが、うん、このレベルだからっていうことはねここまではいかないわけだ、うん、だからよくて、うん、はよくてというかまあ通常で半分だというふうに見ればいいわけで XDC の戻り目ね、うん、どこまでなのかまあそうだねうまくいってこのレベルになるねうん だからこのレベルまでは上がってもこのレベル以上はビットコインの半減期が来るまでは戻る,戻ることがないという、ね、要するにこの上は超えられないっていう期間が、まあ、ずっとこうダラ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 ついて、うん、でビットコインの半減期が来たとあたりで、うんまあ、ここら辺も超、ね、えてくるみたいな、うん、感じになると思うんですよ。ね まあだけど今ねここで止まってるからまあここなのかもしんないけど、うん、ただ一応半分まで戻すというような過程で考えるとねえー、ここだっけうんそうね 0.068? うん0.060.063とかうんここら辺まで戻す余地があるけどまあここがちょっとあれだねやっぱね気になるところだよねここ目立つよねここ。 って、うん、なるとやっぱりこの0 0点零4 7なのかなやっぱだから今のレベルなのかなうんまあどっちかだと思いますね皆さん XDC0.047 なのかうんそれともこっちなのか0.066あたりかなうん。 までは戻る余地があるまあ、どっちかだと思うんですけどねでこれがまあ一あのひとと時,時というかまあその半減期前までの、えー、上昇の帰りの限界っていうか、うん、になるんじゃないかなって思ってるんですよね。まあこれはだけど XDC だけじゃなくて全部そうです。ね うん、ただ、えー、ここがちょっと目立つところがあるので、もしかしたらこっちなのかもしれないけど、まあ半分だとして、うんまあ、ここまではだけど見れる可能性はあると、うん、いうことで、まあ、XDC はね、うんあの,他のアルトコインよりも一足早くなんかこう上がってきちゃってるみたいな、いうような感じに見えるね。うん、ちょっとこれを消そうか。ね はい、ということで、まあ、この後もね、まあ、ちょっと追っていくと、追っていこうと思います、ね。値、ね、動きを、はい。ということで、じゃあニュースいきましょう。はい、まずこちらからいきましょう。なんと、コインベースが SEC を提訴してますね。面白い、これは、ね。いい加減、頭きたんでしょうねうん。仮想通貨事業者たちをねあのコイン、コインベースばかりじゃない,ないじゃないですか、ね、SEC が。 あのー、訴えてるのはね、うん、だから頭にきたんでしょう <laughs>、うん、大手アゴムチさん、えー、取引所コインベース24日米国証券取引委員会 SEC を提訴したと同日に公開されたコインベースの公式ブログによって明らかになったということでうんはい、えー、SEC、えー、そういえばリップルどうなったんだねえ皆さんえー、もう5月になるようん だからそろそろ終わるっていうねあのリップルのねブラッドガーリングハウスが言ってるけどさ6月に、うん、6月に終わるんだったらもうすぐです皆さんねはいはい続いてバイビットの話なんですけど皆さん使ってますかバイビットね5月より KYC を義務化と書いてありますねうん えー、日本のね、えー、金融庁に、えー、無登録でインターネットを通じて海外から日本住居者を相手に暗号資産交換業を行っているとして、2度目の警告を受けていたということで、はい、バイビット KYC 義務化になっています。えー、2四日じゃ3年5月の8日よりって書いてありますね、皆さん。はい、ということです。えー、では、今日の、えー、動画、以上になりますが、えー、XDC がね、うん、 相変わらずビットコインと一緒に動いてないなってことを思います <laughs>。ね。これがいいことなのか悪いことなのか、まあケースバイケースだと思いますけど、ね、皆さん、はいえー、今日の動画が面白かったら、えー、グッドボタン、チャンネル登録をお願いします。それでは。